心を育む総合フォーラムは、昨今のさまざまな社会事業から浮かび上がる日本人の心の荒廃に危機感を抱き、歯止めをかけたいとの思いを共感する学会、経済界をはじめ各界を代表する有識者が集い、2005年4月に発足されました。発足以来、各界を代表する有識者メンバーによって日本人の心のありようについて討議を重ねています。10月、京都にてシンポジウムを開催。2006年10月、東京にてシンポジウムを開催。2007年1月、私たちはフォーラム発足から18回の討議を経て、メッセージという形で提言書を発表しました。提言書では、家庭、学校、地域、企業など子どもたちを取り巻くすべての場所で何かできることがあるのではないかと、子どもたちの心を育む活動のヒントとなる7つの問いを呼びかけています。11月、東京にてシンポジウムを開催。2008年から提言を具現化するために全国運動をスタートしました。未来を担う子どもたちのために全国各地でさまざまな活動をされている方々を応援し、全国に広げるための運動です。全国運動は家庭、学校、地域、企業に7つの問いを意識したさまざまな活動が実践されるように働きかけ、自分に向かう心、他者に向かう心、社会に向かう心の子どもたちに持ってほしい3つの心を育むためのものです。全国各地で実践されている子どもたちの心を育む活動を支援するために、呼びかける事業、紹介する事業、褒める事業、広める事業の4つの事業を展開しています。8月にはフォーラム有識者メンバーが各地を訪れ、地域で心を育む活動を実践している方々と交流する全国キャラバンを開催しました。2009年3月、心を育む総合フォーラム全国運動2008年度表彰式シンポジウムを開催。浦安、松江にて全国キャラバンを開催。12月には全国キャラバンやシンポジウムでの講演内容をまとめた一冊、今心を育むとはを刊行。2010年2月、心を育む総合フォーラム全国運動2009年度表彰式シンポジウムを開催。山形、大阪にて全国キャラバンを開催。2011年2月、心を育む総合フォーラム全国運動2010年度表彰式シンポジウムを開催。11月、熊本にて全国キャラバンを開催。私たち公益財団法人パナソニック教育財団並びに公益財団法人トヨタ財団は、東日本大震災で被災した子どもたちの支援とコミュニティ全体で子どもたちを守り育てる場所づくりのために共同プロジェクトを立ち上げました。そして岩手県、宮城県、および福島県において活動される団体の子どもの居場所づくりと次世代の育成に向けた取り組みの支援を
2011年から3年間行いました。2012年2月、心を育む総合フォーラム全国運動2011年度表彰式シンポジウムを開催。4月、新有識者メンバーを迎え、さらなる討議を開始。東日本大震災支援活動2011年度報告会。7月、東日本大震災支援活動2012年度支援実施。11月、三重にて全国キャラバンを開催。東日本大震災支援活動2012年度報告会。2013年2月、心を育む総合フォーラム全国運動2012年度表彰式を開催。また東洋経済オンラインとのコラボレーション企画として、山折座長と有識者メンバーによる特別対談を行いました。7月、東日本大震災支援活動2013年度支援実施。近江八幡にて全国キャラバンを開催。12月、心を育む総合フォーラム全国運動2013年度表彰式を開催。2014年2月、伊丹にて全国キャラバンを開催。10月、熊本にて全国キャラバンを開催。12月、心を育む総合フォーラム全国運動2014年度表彰式を開催。心を育む総合フォーラムでは、未来を担う子どもたちのための活動をこれからも応援してまいります。